11月9日、愛南町役場で愛南町と株式会社レクザムとの災害時における協力に関する協定の締結式が行われました。これは南海トラフ巨大地震などの大規模災害が発生または発生する恐れのある場合に避難所や救援物資の保管場所としてレクザムが所有する愛南工場の施設を使用できることを目的に今回両社が協定を締結したものです。愛南町からは清水正文町長が、レクザムからは墨田博之副社長が出席し協定書に署名しました。来年の 3.11 ですか、3月11日になりますと丸10年になりますけど、その当時から次は南海トラフの巨大地震であるのではないかというように言われておりました。ですから我々もその地震に備えまして、何としても人命だけは守り抜かんといけんということで、いろいろと策を講じてきておりましたけど、レクザムの場所を避難所として町民の皆さんの生命を守るためにお借りしたいということでお話をさせていただきましたところ、住田副社長様におかれましては心よく、お返事をいただきまして、今日のこの締結ということになりまして、大変町民としても大変喜んでいるところであります。私どもの愛南工場を防災基地として活用していただくということで非常に、ありがたく思っております。実は私は少し最初あの前通ってあの工場を買わせていただくきっかけになったのはですね、これあの高台になって高台にあるから何かあった時安全やろうなという、実はそれも一つ頭にあったわけなんです。ということで、まあそういうことが実りましてですね、今回このような協定の締結になりまして、まああのもちろん災害が起きてあそこを使わないで済むのが一番いいんですけれども、まあやはりあのそれこそいつなのか分かりませんのでですね、その説は、できるだけ活用していただいたらというふうに思います。災害は起きないことが一番ではありますが、今回の協定締結により災害時の避難者の収容や復旧に向けた作業の迅速化が期待されます。